確かにそうかもしれないけどさ、あんまり言うなよ。それ言ったら身も蓋もないじゃん。音がする。時計の音。ここ時計の中なの？何言ってんの、ここはデジタルワールドじゃない。分かってるよ、そのくらい。行ってみようか。うん、壊れてるぜ。壊れてるっていうか、なんかこんな時計なんじゃないの？触るな！動いたよ。うわぁ！動いちゃった！つーか、あんたたち誰？クロックモン、成熟機、データ種、マシン型デジモン、必殺技はクロノブレイカー。ハグルモン、成長機、ウイルス種、マシン型デジモン、必殺技はダークネスギア。クロックモン？ハグルモン？なんてことしてくれたんだ！もうおしまいだ！これに触るとどうなるんだ？見てればわかるさ。回ってたのが止まっちゃった。歯車が止まるとどうなるのよ。歯車が回ってる間はここは平和なんだ。歯車が止まると、止まると、デジモン、メガドラム、完全体、ウイルス種、暗黒型デジモン、必殺技はアルティメットスライサーとジェノサイドアタック。完全体。何？どういうことだよ。わかんないよ。ルキは私のテイマ。なんだって、テイマ！ということはお前はリアルワールドに行ったことがあるのか？そういうことになる。あんなに高くてすごいところに。メガドラモンはお前を倒してロードしようとするだろう。なぜだ。テーマを持つデジモンのデータをロードすればリアルワールドに行く力を得ることができるって言われてる。あのリアルワールドへ行くためになら何でもするというデジモンは多い。くだらない、そんなこと本気で信じているのか。ロードなんかされるわけないじゃない。逆にこっちがロードしてやる。デナモン、分かってる。レナモン！ハードスラッシュ！超進化ウラグイン S！ レナモン進化！久しぶりに見る進化だ。進化なんてもう起きないと思っていたのに。これが話に聞いてたデマとタッグを組んだデジモンの進化なんだ。すごい、僕も進化したい。鬼見玉。鬼見玉が。ハグルモン、ハグルモン、しっかりしろ。